弘前大学、1949年、弘前高等学校、青森市販学校、青森青年市販学校、青森医学専門学校、弘前医科大学を母体とし統合してできた国立大学である。発足当初は、分離学部、教育学部、医学部の三学部であったが、2015年4月時点で、語学部、7大学院研究科、4研究所、 11学内共同教育研究施設等を設置する総合大学となっている。本州最北端に位置する国立大学であり、北海道うちには北海道大学以外の国立総合大学がないことから北海道出身者が比較的多く学ぶことも特徴である。国立の総合大学としては名称に懸命を冠しない大学の一つである。 略称は前日の通り、広大、広大が用いられることが多く、前代と略されることはない。ただし、広大の故障が通用するのは、東日本であり、西日本では、広島大学を指す場合が多い。大学の設置は1949年であるが、母体となった各校の期限まで遡ると、約100年以上の伝統を有する。新八位大の一つ。 また、国立大学で最初に医学部の医局制度廃止を打ち出した大学である。創立時期から県庁所在地にキャンパスを置かない大学であるが、これは母体となった学校のうち、広崎高等学校、広崎医科大学が津軽藩の城下町であり、陸軍の師団もあった、当時の北東北の中心都市広崎市に置かれていたことによるところが大きい。 被爆医療を含む地域医療、小中高生理科離れ対策事業、地域文化の継承、発展事業、及びコラボ広大、産学間連携拠点を中心とした社会連携事業を展開し、人口過疎化及び少子高齢化が進み、かつ産業基盤の脆弱な地域の活性化に寄与する。地域の自治体や企業との協定と連携事業の推進。 北東北国立三大学連携推進会議、コラボ三学間連携による大学間連携、地域の他の高等教育機関との連携、海外協定大学との国際交流等を通じて学術交流、人材交流等を推進する。広崎大学の目標や機能を十分に実現、発揮するために教職員、学生の意見の集約や、 学長のリーダーシップの発揮による運営の強化を図るとともに、教職員と学生の資質の向上や意欲の喚起を促し、その成果を普段に検証しつつ、改革を進める。学生数は6991人、学部生6159人、大学院生832人、2015年5月1日、現在。キャンパスは人文社会科学部、 教育学部、理工学部、農学生命科学部が集まる文教キャンパス、文教地区と医学系学が集まる本町キャンパス、本町地区が設置されている。また、学園町には教育学部付属幼稚園、小学校、中学校、富野町には特別支援学校が位置している。母体の一つである青森市藩学校の起源は、1876年設立の 青森県小学師範学校に遡る。広崎大学同窓会は、各同窓会が密接な連携のもとに、相互の啓発を行い、大学の教育研究活動の支援を行う、ことにより、各同窓会及び、大学の発展に寄与することを目的として、平成11年6月に設立された。広崎大学及び、広崎大学医療技術短期大学部の同窓会、 および卒業生をもって組織されている。国立大学法人弘前大学では、それぞれのコーチをキャンパスではなく、地区と呼んでおり、全体で4地区に分かれている。そのうち、弘前大学では2つのコーチを使用している。文京町キャンパスは、そのほぼ中央を指導が走っており、その北側が文京町1番地、南側が文京町3番地となっている。 このうち一番地には、旧西広崎高等学校があり、三番地に、旧日本陸軍第八師団司令部があった。旧西広崎高等学校は、太宰治ゆかりの地であることから太宰治のファンが、文教庁地区を訪れることもある。文教庁地区近くに、雇い外国人教師のための感謝が二棟立っていた。これは1924年に、広崎市の当領、 川本重次郎が施行に当たったもので、一船は2004年4月に文京町地区内に移築、保存されていたが、2016年より広大カフェとして使用されている。文京町地区から1トルほど離れた南西側には広崎学院大学、2トルほど離れた北東側には東北女子大学のキャンパスも立地する。1948年に、 まだ存在していた大学令をもとに設置された旧正広崎医科大学のコーチを申請移行時にそのまま広崎大学医学部のコーチとしたものである。広崎大学学生寮は自治寮であり男子寮が2つ女子寮が1つある。緑が丘寮、北明寮は広崎大学医学部に比較的近いこともあり多寮と比較して医学部生が多い。学園長寮 奥高寮、友寮は、食堂が共用になっている。寮では年度を、追い懇親新刊期と、祭り期に分け、各係活動が改善される。寮には、新入寮制歓迎行事というものがあり、入寮すると、すぐ出身、大声で、出身高校や所属学科などを叫ぶ、各寮の寮家、旧姓広崎高校校歌指導がある。また、 緑ヶ丘寮の寮生は入学式会場で出身を行うのが通例となっている。学園長寮での新入寮生歓迎行事の中にはストームと呼ばれるものがあり、新入寮生が中庭で出身を行い、北高寮では寮の各階から水をかけられる。新入寮生歓迎行事が終わると3寮による交流企画、運動会、遠足がある。 ここからは一年生が主体で準備をする。6月になると、北米寮では祭りが行われるが内輪で行われるので一般の参加客はほとんどない。改正大会と呼ばれる木座橋ごとんの話し合いが必要に応じて行われる。会によって違うが、大体夜8時からであり、寮や木座橋の運営についての話し合いが行われる。また、年に数回寮生大会というものがあり。 両生全体で寮の運営について話し合う。これは原則として全員参加である。2015年5月1日時点。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。